ミネオ TV、ミネオ TV。はい、皆さん、おこんにちはです。ミネオです。本日より始まりました、闘技場。以前もあったかと思うんですが、アイスゴーレム。ということで、今回、アバン先生のなんとかドラゴラムを駆使して380万を目指して頑張っていきたいと思っております。今回も弱点の方は、熱属性と打属性ということで、かなりまた、皆さんの力が均衡するような気がします。で、今回構成、私は、主人公が戦士、そしてポップ、そしてダイ、そしてワニキとしております。今回変更点としては、道中に必殺技を結構かましていく形にして、最後またドラゴラムを使って体勢を下げてボスを殺していきたいと。で、今回リーダーの方ですね。はい、もちろんもう道中は海破山および、こちら大地山を使っております。そして、ドラゴラム、レベル2を使いました。で、水晶の方ですが、一応ピラちゃんね、道中ちょっとやっぱりピラちゃんじゃないと若干火力不足な面も出てきちゃったりするので、どうしてます。で、火力上げるために相棒ポップにしてます。で、相棒ポップの、メラゾーマはレベル6。そして、ここね、若干使うか使わないか微妙なラインなんですが、耐性ダウンがあるのでイオと、そしてメラのレベル6も装備してます。そして、水晶の方ですが、こちらはハドラー。ワンチャンここあれだね。うん。このアバン先生、違う水晶にした方がいいかもしれないですね。現状ここで 26% アップなんだけど、うん、アバン先生はちょっと変えた方がいいかもしれない。はい、そして、ロモスダイ。こちらの方は、火炎弾地残レベル4にしてます。で、道中あまりいらないことしないようにスキルは外してます。そして水晶の方ですが、アバン先生、こちらね、熱ダメージだけしか適用なってこないんですが、一応こちらつけてます。この辺ね、水晶しっかり揃えてればもうちょっと火力が楽かもしれません。はい、そして、いつものワニキ。ワニキは今回途中、道中ね、最後に撃つような形で採用。快進撃レベル2です。そして水晶はいつものごとく、こちらのガルーダを使ってます。はい。で、討伐の証はもちろん、デュランダルをつけております。はい。で、今回の攻略的な方法なんですけども、一番、初手にこちらのドラゴラムを打って、CT 回復アップを含めた、時間短縮を目指しています。で、第2、第3陣に関しては、この、海破山、第1山を駆使して戦って、ボス前の第4陣に関しては、こちらの、快進撃で一掃できるような形。ただ、どうしてもちょっと残っちゃうのがね、そこはちょっと今後、工夫がいるかなと思います。で、それまでに最終ボス戦、もう一回このドラゴラムが溜まりますので、ボス手前でドラゴラムを撃ち、そして、こちらの火炎大地山、で、ポップのメラゾーマを撃つような形にしてます。はい。じゃあ一度討伐の様子ご覧いただきたいと思います。どうぞ。380万。なんとか出したい。海破山で、海破山、連続海破山。いい感じ。いいペース、いいペース。よしよし、いいペンジ。ドラゴラム溜まるか？ドラゴラム溜まってくれ、頼む。ドラゴラム頑張って溜まれ。よーし、来た。いいぞ。ドラゴラム大パップ。
ドラゴラム大ポップ、ドラゴラム大大大大大ポップポップポップ、あ、嘘、あれポップ、あれ何が悪い、あれわらわら、あれ、あー7000足りひん、ちょっと待って、きついきつい、はい、ということで、あと一歩でしたね、なかなかあともうちょっとは届かない、ちょっと水晶見直しと、大君がね装備が一応クリムゾンがあったので、ちょっとクリムゾンに変えてみようかなと思います。はい、こちらスキルヒット時熱属性耐性ダウンがあるので、ここでなんとかこれで必殺打った時にもうワンチャンスキルを下げてくれれば、ポップさんの火力がもうちょっと伸びて3人で奥義打って終われるような形、そうするとおそらく380万届くのかなと思ってます。はい、いつもご視聴ありがとうございます。また参考にしていただければ幸いです。よければチャンネルの登録、ツイッターのフォローよろしくお願いします。バイバイ。